さらにこの法案について安倍内閣は国民に十分説明していると思わない人が 78.5% いることを政府は重く受け止めるべきだと思います。今日1日の動きをまとめてお伝えする24日、麻薬王と呼ばれる男が刑務所から再び脱獄しました。瀬戸際に立つギリシャは緊縮策を受け入れた。さらに改革を実施するという保証が欲しいという声が相次いだため、付加価値税の増税など財政再建策の一部を15日までに法制化するとした。今月初め国民投票で EU 側にノーを突きつけたギリシャ国民、今回チプラス首相が厳しい緊縮策を受け入れたことに。Νομίζω όταν θα καταλαγιάσει και ο κόσμος καταλάβει τι ψέματα υπόθηκαν από μεριάς κυβέρνησης και Τσίπρα, θα είναι αντιμέτωπος με το μένος του ελληνικού λαού. Εγώ δεν θυμώνω. Από και πέρα από την πρώτη στιγμή είχε πει ότι δεν θέλει ρίξη με την Ευρώπη και θέλει να συνεργαστεί με την Ευρώπη. Κοκμίνγα να τόξερ ζαϊσέν σαϊκέν σακού σακκίουνι γυσί δεκίνουνοκα. Τσίπρας σέκεννο σιβάνγα αναταμετε τουαρετέι.連れていたギリシャ支援ですけど、ようやくまとまる方向になりましたね。そうですね、まあ、ギリギリの妥協っていうことですかね。ギリシャは信用できないって言ったドイツやオランダもやっぱりユーロ圏を守るためには妥協せざるを得なかったってことだと思うんですよね。ただ非常に問題なのはこれによってあの国民、ギリシャの国民と何よりも議会が15日までに財政再建策を本当に決められるかっていうことですよね、はい、だから問題をこう事実上ちょっと先延ばししたのかなっていうちょっと印象も強いですよね、はい。続いては古谷さんからです。ここからは23トゥデイ、まずはこちらです。ゲーム機メーカー任天堂の岩田悟社長が胆管腫瘍のためにおととい亡くなっていたことが分かりました。55歳でした。岩田さんは2002年山内宏社長の後を受け42歳の若さで社長に就任。任天堂 DS や Wii などのヒットで2009年3月期には過去最高となる1兆8386円を売り上げました。しかし去年6月の健康診断で胆管腫瘍が見つかり、先月の株主総会の後体調が悪化していたということです。後任の人事については未定です。去年7月長崎県佐世保市で当時15歳の女子高校生が同級生を殺害した事件、長崎家庭裁判所は今日加害少女を医療少年院に送致することを決めました。家裁は少女が小学生の時猫を殺したことに加え、去年父親の殺害に失敗したことで殺人欲求が強まったとしたほか、少女が特異な対象に過度な関心を抱く重度の自閉症スペクトラム障害であったことなどが同級生殺害につながったとしています。沖縄県議会は今日、埋め立て工事に使う土砂の県外からの搬入を制限する条例を普天間基地の辺野古移設に反対する与党などの賛成多数で可決しました。条例は埋め立てに使う土砂を県外から搬入する際、特定外来生物の混入を防ぐため事前の届け出や県の立ち入り調査の実施などを定めたもので、今年11月1日に施行されます。条例によって県外からの大量の土砂を使用する辺野古移設を牽制する狙いがあり、今後移設計画への影響が注目されます。菅官房長官はこの条例が可決成立したことについて、特定の事業を狙い撃ちしたものにならないようにすべきだと述べ、沖縄側を牽制しました。辺野古移設をめぐっては宮崎駿監督も今日のあの会見で永続的にあらゆることをやっていくと改めて反対を示しましたよね。そうですね。また尾長知事もね、あらゆる手段でこの辺野古への移設を阻止すると言ってきたわけですから、今回のやり方っていうのは有効な手段の一つとして打ち出したんだと思うんですけどね。だけど、まあ、菅官房長官がね、牽制したように政府側は非常に神経を取らなくしてますね。昨日午後8時半過ぎ、愛知県日進市の歩道で近くに住む川村典光さんが血を流し倒れていて、その後死亡しました。川村さんは顔や首など複
数の箇所を刃物で刺されていて、自宅の鍵などが入ったショルダーバッグがなくなっていたことから、警察は強盗殺人事件として特別捜査本部を設置しました。一方、川村さんが身につけていた現金数万円入りの財布や携帯電話は奪われておらず、場当たり的な犯行、もしくは恨みによる犯行の両面で捜査するとともに、犯人の行方を追っています。年金情報の流出をめぐり、日本年金機構が情報の流出した2449人に対し、流出していないと誤った説明をしていた問題で、原因は流出した人を確認するシステムへの入力ミスだったことが分かりました。年金機構によりますと、コールセンターや年金事務所で情報が流出したかどうか、コンピューターシステムで確認していましたが、10万件余りの入力ミスがあったということです。水島理事長は、誤りを把握したのは先月13日だったとした上で、公表が遅れたことを謝罪しました。メキシコの麻薬王と呼ばれた男が脱獄、その手口とは。疲れてません？いや全然、スーツですけど。あれ、右座席ですけど。うそー、疲れてますね。はい、ユンケル。疲れた体に実感、ユンケル。さあ、歯周病の諸症状に決め手は効き目、医薬品のアセス。教えてあげたい。嘘、洗濯したのになんか黄ばんでないと朝からブルーなあなたに教えてあげたい。約40度のつけ置きコースで諦めていた黄ばみまで落とせること。真っ白エコナビに温水泡洗浄。見よ、この白い袖口。パナソニック。40代50代の皆さん、自動車保険まだネットじゃないんですか？大人の自動車保険はパソコンスマホで簡単に見積もれます。しかもネット割引は1万円。大人の自動車保険で検索。40代50代の皆さん、通販型自動車保険の事故対応不安ですか？大人の自動車保険の事故対応は損保ジャパン日本興和と連携。大人の自動車保険で検索。メキシコの麻薬王と呼ばれたホアキン・グスマン受刑者が、別どんどん派遣会社が短くしちゃってる。夏の音、悪党業、スピードワゴンと遊びまくる。そして後半戦、ランドセル背負った初老おじさんたちのどんくさい動きに一同大爆笑。そして薬味の板田にはさらなる不幸が。今日日中の最高気温は122カ所で最高気温が35度以上の猛暑日となりました。最も暑かったのは新潟県上越市で38度5分を記録しました。また30度以上の真夏日は猛暑日の地点も含め500カ所以上に上りました。この厳しい暑さで熱中症とみられる症状で搬送された栃木県と埼玉県、それに静岡県の70代から80代の男女合わせて4人が亡くなりました。明日も厳しい暑さが続く見込みで、気象庁は熱中症への注意を呼びかけています。15日にはそういうようなことも考えなければならないのではないか。自民党の役員会は安全保障関連法案の委員会採決を15日に行う方針を確認しました。自民公明両党は明日、対案を提出している維新の党から採決での協力を取り付けたい考えです。こうした中、維新の党では松野代表と橋本最高顧問が今日電話会談を行い、
現状では採決に応じることはできないと確認したことがテレビ東京の取材で分かりました。党幹部によりますと、両氏は維新の独自案を政府が根本的に受け入れるか、審議が参議院で滞っても衆議院で再可決が可能となるという国会のルールを使えない採決日程でないと採決には応じないとの考えで一致しました。民主党や共産党は明日の国会審議を欠席し、採決に向けた動きに断固反対の構えを示しています。憲法学者らで作る国民安保法制校は都内で会見を開き、安全保障関連法案は違憲だとして廃案を求める声明を発表しました。会見の中で政府の法案が合憲だとする説明を論理が破綻していると批判しました。東京大学の樋口名誉教授は、何十年も積み上げてきた国会審議を一気に吹き飛ばすような法案であると批判しました。私の立場としてこのような事態が発生したことについては誠に申し訳ないし、本当に情けないと。日本年金機構は今日会見し、個人情報が流出していた2449人の問い合わせに対し、流出していないと誤った回答をしたとして謝罪しました。さらに先月13日には事態を把握していましたが、厚生労働省にも今月6日まで報告していませんでした。原因は情報流出の対象者を確認するシステムへの入力ミスで、およそ8万6000人分の記入漏れがあったということです。アジアが持続的な経済成長を果たしていくためには、地域経済統合をさらに強力に進めていく必要がある。アジア各国から13の経済団体が集まり、地域が抱える課題について議論するアジアビジネスサミットが今日都内で開かれました。 FTA 自由貿易協定や EPA 経済連携協定交渉の推進に向けて、民間団体の立場で連携していく共同声明を採択しました。今ありました安全保障法制に関しては、はい、まだまだ議論が足りないという意見が当然たくさんあるんですけど、はい、今後のスケジュールの考え方について市川さん、まあ、今週が一つの大きな山場であることは間違いないですね、はい、けども国会、通常国会は1回までしか延長ができないわけですが、安倍政権、安倍内閣としてはですね、95日延長しまして、会期はですね、このカレンダーで9月の27日までです、はい、で憲法第59条にはですね、60日ルールというのがありまして、参議院がですね、衆議院が最高